うわ、めっちゃ強そう。ホワイトウィンド。見かけ倒しだった。はーい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber、嘆きのアリアです。さあ、今回もですね、マール王国の人形姫、やっていきたいと思います。前回ですね、飛竜の犠牲はあったものの、なんとか炎の心を手に入れまして、さあ、今回からはまた、新天地に行こうというところからね、やっていきたいと思います。吊り橋の管理小屋のね、おじいさんが亡くなってしまったんですけれども、まあ、吊り橋を上げる方法自体は襲われたので、まあ多分それで吊り橋を上げて進んでいけるんじゃないかなと思います。ということで、行ってみましょう！レッツゴー！湖の吊り橋、ここですね。なんか人がいっぱいいる。普通数字は十進法で数えるけど、12とか7とか色々あるんだよ。古代人の頃には二進数で動く人形があった。へぇ。ロボットみたいな感じですかね。うち残ったら天才かしら。コナミ感。どんくせえおっさんだなぁ。荒れてますね。じゃ、ここかな？おお、スイッチがいっぱい。ここか。レッドホット村まで行ったけど、前の橋の番人に会えなかったよ。34と49。34と49はわかんないですけど、私を忘れて行ったのよ。お亡くなりになっちゃいましたね。じゃあ、上から、二つ目と、6つ目。はい。ガッシャンと言ったら、上から、1つ目と、1、2、3、4、5個目と、あれ、6個目もう1回ですか。スイッチを切った。で、あれ？何も起きない。何も起きないですよ。何も起きないですよ。嘘を教えられました？嘘を教えられました？はて。ちょっと一旦リセット。上から、二つ目と、六つ目。はて。一回出ましょうか。1、5、6、グイーン。お、外で声が聞こえる。吊り橋が降りた。やった。開けましたね。開いた開いた。ありがとう、助かったよ。ケチョンケチョンに言われてやばいやばい。なんとかなりましたね。人助けにもなりましたね、結果的に。はい。じゃあ吊り橋が降りたところは、あ、どっちも降りてますね。じゃあどっちから行けばいいんでしょう。まあ、こっちから行きますか。ホワイトスノー村。氷の祠。ホワイトスノー村に行くためには、この氷の祠を越えないといけないみたいな感じですかね。じゃあ行きましょう行きましょう。火山とは打って変わってね、すごい寒そうな場所ですけど、敵が出てこない。出てきた。うわ、強そう。ワーウルフ。じゃあ、とりあえず、殲滅していきますか。おう、7ダメ。まあ、そんなに強くはない、かな。ビガロで、仕留めちゃいましょう。ドドドドドドド。はい、倒しました。イェイ。さて。お、宝箱。麻痺消しガム。麻痺してる時にガム噛めるんですかね。だいぶ、ここもまた、入り組んでいること。氷の祠。あ、上。階層またぎもあるんですね。じゃあ上の階行っちゃいましょうか。よ。うわぁ。複雑。右。下。下？あれ？下の階行っちゃいましたけど。複雑すぎてわかりませんわね。うわ、めっちゃ強そう。ホワイトウィンド。見かけ倒しだった。行き止まり、外れですね。ってことは、
戻っちゃった。ってことは、こっちだ。こっちのこっちですね、きっと。あ、ぽいぽい。本当ですかね。ホワイトウィンドウが仲間になった。ホワイトウィンドウくん、かわいい。くんって顔じゃないですけどね。こっちも行き止まりだ。くう、複雑回帰。ってことは、そもそも根本的に間違ってるってことですね。こっちじゃない。こっちか。こっちでいかがでしょう。下。ん？もうなんかわかんないですね。もうなんか完全に迷っておりますが。どこですか、ここ。宝箱。イラスト12。てっ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 て。恋するコルネット。よし、一旦出ましょう。出られましたね。よし、すごい迷いましたが、なんとか出られました。じゃあ、これで、お、ホワイトスノー村、行ってみましょう。かわいい。ポニーテ、雪の世界ホワイトスノー村、美しい銀世界を楽しんでね。まずは情報収集ですね。ブルーキャットの海賊たちは、水の心を取りに沈没船に行く。沈没船。アルバートがギルバートに弟子入りしたんで、お母さん随分喜んでいたよ。バート、アルバート、ギルバート。名前が似てるのがいるとね、あれですね。王子様を探す役目をもらったんだけど、吊り橋で。まあ、吊り橋はもう元通りになりましたからね。人がいっぱいいる。ナインテールの塔の上には、キュービの塔？山神様が住んでいるんだ。雷の心。おー、またこういうパターンですか？また、機嫌が悪い。また、倒さなきゃいけないみたいな。お師匠様と一緒じゃなきゃ、ナインテールの塔に登れない。アルバートが出て行ってから。あれ？なんか弟子入りしたんじゃなかったでしたっけ？あ、お母さんの病気を治すために一人で行った。じゃあこの人がギルバートさん？あー。人間関係が複雑。雪だるま。誰か俺の声が聞こえる奴はいねえのか？兄貴、兄貴？その声は、キッド、テル。三兄弟、え、なんで雪だるまになってるんですか？ああ、兄貴は実は雪だるまみたいな。俺をここから出してくれ。任しとけ。人形のお前たちに。なんか情けないぜ。お笑いヒーローじゃなくて本当のヒーローを目指してたんだろう。お笑いじゃねえか。雪だるまになってますからね。すまねえ。はい。出して差し上げましょう。おお、出られましたね。仲間が増えた。ビリー。ビリー。魔法系キャラですかね。なんか杖持ってるし。属性炎。まあ、育てていきましょう。じゃあ、情報収集の続きを。あんたまさか見て、いやいやいや、そんな。はいはいにしちゃった。ナインテールが守る命ウムを狙ってるんだろうが。絶対に取っちゃダメ。うわ、すごい。でっかいヒグマの毛皮ですね。一人でナインテールの塔に行く。起きて破り。ナインテール熱。そんなものがあるんですね。これが、お母さんか。ナインテール熱の犠牲者。ナインテール熱。アルバートはナインテールの塔に行ったらしいですよ。ナインテール狩りの名人になるため、ナインテールと山神様は別のものなのか。だからナインテール自体は別に飼ってもいいと。憧れの仕事さ。あれ、また、格好つけようとして木にぶつかってた。あの人、多分バカね。クローディア。美しきバカクローディア。道具屋、覗いてみましょうか。世界一の狩人、ギルバート。戦士のお守り。お、そこそこいいもん売ってますね。じゃあ、ナインテールの塔に行けばいいんでしょうか。
増えてますかね、行き先。あ、増えてる増えてる。なるほど。ではではね、今回はこの辺りで終了とさせていただいて、次回ね、アルバートでしたっけ、ギルバートでしたっけ、追ってね、ナインテールの塔に行ってみたいと思います。ではでは、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。